平成2年、1990年。日本経済は輝かしい繁栄を極めていた。1980年代末のバブル経済の高みから、ゆっくりとその輝きを失い始めました。バブルの終焉は1989年の12月29日、東京証券取引所での日経平均株価の史上最高値、38,915 円をピークに始まり、1990年は株価の大幅な下落が続く中、新たな時代の到来を感じさせる様々な出来事が日本を彩りました。年明け早々、2月21日には日経平均株価が急落し、1日で1161円の下落。さらにその後も大きな下落が続き、4月2日には1日で1978円もの急落が発生。10月1日には東証が一時2万円を割り込むなど、経済の不透明感が強まる一方でした。しかし、そんな中でも新たなトレンドや文化が生まれ続けていました。電通が発表した年のヒット商品には、キリンの一番搾りやファジー家電が挙げられ、これらの製品は日本中で話題となりました。また、観光分野では海外渡航者が初めて1000万人を突破。競馬界では、人気馬オグリキャップが引退の花道を飾る一方、中央競馬の年間売上が3兆円を超えるなど、様々な分野で記録的な動きが見られました。この年は、日本のバブル経済の終焉を迎える一方で、新たな時代の幕開けを感じさせる一年として、私たちの記憶に刻まれることとなりました。それでは、平成2年、1990年、参りましょう。1月、軽自動車のエンジン排気量の規格が改定。550cc から 660cc に拡大されました。ちびまる子ちゃんが放送開始。1970年代の静岡県清水市で少女時代を過ごした作者のさくらももこさんの投影である小学3年生のまるちゃんの家族や友人との日常生活を描いたコメディアニメ。わかったか、まるか。大人になるってことはな、自転車に乗れるってことなんだぞ。今では日曜日の18時台といえばサザエさんとちびまる子ちゃんがお茶の間の定番となりました。勝慎太郎さんがハワイオアフ島入国時にコカインの所持が発覚し逮捕。航空機内で見知らぬ人からもらったと弁明し、コカインはパンツの下に隠していたそうで話題になりました。長崎市役所の玄関脇で公用車に乗り込もうとした本島仁市長が右翼団体の男に銃撃され、1ヶ月の重傷を負うという事件が発生。市長は市議会で天皇にも戦争責任はあると発言しており、これに対し銃撃した男は市長の政治姿勢について話し合いを申し入れていたのですが断られたそう。男は殺人未遂の罪で起訴され、懲役12年の刑が確定しました。2月、5万1600人を集めて行われた東京ドームでのプロボクシングで世紀の大波乱が起きました。ヘビー級王者マイク・タイソンの2度目となる日本での防衛戦。1988年3月21日の最初の来日戦では、元 WBA 王者トニー・タップスに2回 KO 勝ち。鮮烈な試合を日本のファンの目に焼き付けましたが、今回のタイソンは違いました。タイソンより11センチ、5キロと体格で上回る挑戦者ダグラスは積極的に攻撃を仕掛けました。タイソンは8ラウンド残り5秒、右アッパーでダウンを奪ったものの、レフェリーはタイムキーパーが4を告げた時からカウントを始め、ダグラスが立ち上がった時にはカウント8。本来であるとダウンしてから11秒が経過していました。そして試合は続行。息を吹き返したダグラスは10ラウンド目で強烈な左でダウンを奪うことに成功。ここまで37戦全勝 33KO という無敗王者のプロ初のダウン。リング上のタイソンの口からはマウスピースが飛び出し、ダグラスの KO 勝ち。タイソンの3団体統一王座7度目の防衛は失敗に終わりました。1988年の2月10日、ドラゴンクエスト3、そして伝説への発売が社会現象を巻き起こしました。そして、あの伝説からほぼ2年が経ったこの日、ドラゴンクエスト4が発売。前回は発売日が平日だったこともあり、学校を休む子供や会社を欠勤する大人が。そのため、今作からは日曜日などの休日となる日に発売日が設定されるようになりました。今作も、発売日の2日前から徹夜で行列に並ぶ人たちなどであふれ返りました。1日で130万本を売り上げ、最終的に前作3には及びませんでしたが、
累計304万本を売り上げました。さらに4月には当時ドラゴンクエストとともに人気を博したファイナルファンタジー3が発売。こちらは約140万本を売り上げました。ファイナルファンタジー3ドラゴンクエスト4エニックス。この両メーカーが平成15年に合併することとなるとは誰が予想できたでしょうか。一方このゲームブームで外で遊ぶのが少なくなった。勉強しなくなりましたね。本当にそんなに違わないんですか。やることはやっぱりやるし。このような意見も見られるようになりました。ローリングストーンズが待望の初来日公演。麻薬関連での前科があり1974年の来日が幻になったこともあったため、ファンはストーンズが日本の土を踏むまで安心できませんでした。平成、熱き異色の衆議院選挙戦。平成時代初の衆議院総選挙、最も激戦区とされる東京4区で17人もの立候補者による激戦が繰り広げられました。知名度のない新人候補にとってはいかに目立つかが勝負。異常なほどの派手なパフォーマンスが展開されました。東京の鍵を握る一人、石原伸晃候補。父親の石原慎太郎氏の知名度と石原軍団も駆けつけるといった選挙運動に話題性は抜群。私はみんなからいじめられてる。公認ももらえない。ポスターは破かれる。右翼は来る。しかし皆さんはいます。石原候補、ポスターは破かれ、いじめられながらも見事当選。もう一人の台風の目、社会党のマドンナ、戸口珠子候補。市民運動のバックアップとともに出馬した戸口候補は主婦層の強い支持を得ており、社会党の鍵を握っています。戸口珠子さん、顔の形が良くって優しそうだ。顔の形が良いことで子供からの支持もあり、見事当選。こちらの社会党、沖田正人候補も戸口候補に負けてはいられないと感想ねで対抗。親父と罵られながらも見事当選。スポーツ平和党から細木久義候補、アントニオ猪木投手の力を借り、他の候補者との演説場所が重なった時には煽りも入れましたが、ただ私はですね、お互いに常識の基準というものが必要だと、こんなふうに思うんですね。残念ながら落選。そして独特のパフォーマンス選挙で目を引いているのは新理党党首朝原翔子候補。朝原候補が今回狙ったのは、難しい政策なんて誰も聞かない、タスキにハチマキに名前の連呼はもう古い、という観点から独特なパフォーマンスにたどり着きました。その心理党は投票日まで苦難の連続でした。我が子を教団から取り戻そうと被害者の会の人々が毎日のようにやってくるのです。普段修行に使用する道場は全国から駆り立てられた信者でびっしり、昼夜問わずに電話で投票の依頼を求めていました。演説中には割り箸を持った男性に抗議され、有権者にはパフォーマンス的なんですけども、そういうのご覧になってどうですか。騒がしいですね、本当にね。ちょっとね、異常じゃないかなって考えてるんですよね。騒がしい、異常と言われ、それでも朝原翔子です。選んだ理由は何でしょう。ひげが長いからです。支持をする方もいました。結果、あの少年はヒゲがナウイだけではダメだということを痛感したのではないでしょうか。新人候補者が次々と喜びの声を上げる中、朝原候補の得票は1783票。こうして第39回衆議院議員総選挙は幕を下ろすのでした。3月、キリンビールが上手いはずです。キリン一番搾り誕生。嬉しい。キリン一番搾り生ビールを発売。ポール・マッカートニーが来日し初公演。
1975年は入国拒否、1980年は入国時の大麻所持で逮捕されており、ローリングストーンズに続いて長い道のりを経ての来日となりました。角川書店が東京ウォーカージパングを創刊、横綱千代の富士が大相撲史上初の通算1000勝を達成、黒澤明さんが米アカデミー賞特別名誉賞を受賞。タンスにの匂わないのタンスにの匂わないのもっと端っこ歩きなさいよ。匂わず長持ちタンスにの、こういう方昔はよくいました。1月6日平成天才バカボン、1月7日ちびまる子ちゃん、1月9日鶴姫じゃ、1月14日私の足長おじさん、2月1日キャット人間テヤンデ、2月3日勇者エクスカイザー、3月9日マシン英雄伝渡る2、4月2日アイドル天使ようこそようこ探検ゴブリント、4月6日 NG ナイトラムネ &40、 4月12日楽しいムーミン一家、4月13日不思議の海のナディア、ティラミス、ノート型パソコン、ゲームギア、BS チューナー内蔵テレビ、NSX、クレーンゲーム、そして、トロール人形。ご視聴ありがとうございました。4月以降編もよろしくお願いいたします。